ーっとしてました。クエスト NPC だ。でもちょっと変わっていてさ。誰にもクエストを受けてもらえないまま街の中を歩き回っているんです。デスゲームってここから始まったわけだし。うん、かわいい名前だよ。俺たちが一肌脱いでやろうぜ。英語のプレミアって幕開けって意味もあるの。プレミアちゃんがこれから一人の女の子としての幕開けをするって思いを込めて。ああ、一緒に歩いていこう。いくらでも付き合うよ、プレミア。プレミア、私の名前。新たな VRMMORPG ソードアートオリジン。そのゲームの中で黒の剣士キリトは NPC の少女プレミアと出会う。何の得にもならない奇妙なクエストのシステム NPC として存在していたプレミア。彼女とキリトたちの新たな冒険が始まった。活気あふれる冒険の拠点、始まりの街。ここで武器や防具などの装備を整えたり冒険の準備をしよう。選んだ装備によって見た目も変化するぞ。装備は仲間たちにプレゼントすることもできる。グッジョン。自分だけのパーティーコーディネートも可能だ。この街で活動するプレイヤーや NPC300 人以上が君のパーティーメンバー候補となる。メールや会話などコミュニケーションを重ねて自由にパーティーを結成しよう。準備を整えたらいざ街の外へ。パーティーメンバーと力を合わせて敵に挑め。連携が決まれば大ダメージを与えられる。使用する武器によって前衛後衛など自分の立ち回り方も変わってくる。どんな戦い方をするかは君次第。自分の戦闘スタイルを見つけてこの世界を冒険しよう。そして4パーティー16人の仲間たちと連合して戦う疑似レイドボスバトルが発生。戦場全体を指揮して勝利をつかめ。 NPC の少女プレミア、彼女と人との触れ合いは物語を紡いでいく。ダミークエスト？他では聞いたことないわよね。プレミアちゃんはどう？お口に合うかな？ホイフィラフ。よう、マブナ救世主。何フリーズしてんだよ。興味あるね。どんだけてめえが強いのか。黒の剣士との出会いは世界を壊すのか救うのか。プレミアの本当のクエスト？リホお姉ちゃんに任せて。つまり今私は巨乳になっている。二人でデート中？なんでお前ばっかいい思いすんだよ。デジタルドラッグって？あれは言おうとしか言えないな。俺はこの世界を、この世界にいる人たちを失いたくない。俺たちの知っている黒の剣士ってのは人のことを思えるやつだ。来いよヒーロー、俺が世界をぶっ壊す。人は人を受け入れることなんてしない。ただ拒絶し拒絶され続けるだけ。